はローラースケートのウィールの外し方と付け方を説明したいと思います。今日はローラースケートのウィールの外し方と付け方を説明したいと思います。私のプロフィールとスタジオの紹介はこちらをご覧ください。それでは早速ウィールタイヤですね、ウィールを交換してみたいと思います。ウィールを交換するのに必要な工具があります。こういった、ウィールを止めるナットを外すための、レンチが必要になります。ローラースケートなんですが、ブーツの部分とウィールの部分の間、このフレームとかプレートとか呼ばれているんですが、この規格が2種類あります。なのでお持ちのローラースケートに合った、工具をお使いいただく必要がありますので、その点ご注意ください。私が普段履いている、モキシーのローラースケートのウィールを光るウィールに変えてみようかなと思います。モキシー、アメリカのカリフォルニアのブランドなんですが、アメリカ製のフレームは、シャフトが8ミリになります。8ミリのナットを外せる、工具レンチをお使いください、はい、ウィールを外します、こちらのレンチを使って反時計回しにしていただくとナットが外せます。はい、外せました。ウィールも外れます。はい、こちらに新しく、光るウィールを入れていきます。ウィールの中にベアリングが入っています。こちらも8ミリのシャフトに合う8ミリ用のベアリングを入れていただく必要があります。はい、これをシャフトに入れてもらってナットを時計回しにしていただいて締めていきます。でレンチを使ってギュッと締めていきます。はい、でギュッと締めるとちょっと回転が悪くなって、これだと危ないので少し緩めていきます。90度ぐらいずつ緩めていってスムーズに回転するところまで緩めてください。はい、いい感じです。はい、他のウィールも変えていきます。できました。もう一つ、ウィールを交換してみたいと思います。こちら、オータースケートの、ブーツに、ロールライン
という、イタリアのローラースケートメーカーですねの、フレームがついています。ヨーロッパ製のフレームは、シャフトが7ミリになりますので、7ミリのナットを外すのに必要な、レンチをご用意ください。はい、ちょっと いくつかあるんですけど、こちらのチューブレンチが使いやすいので、チューブレンチで、ウィールを外していきます。反時計回しでナットを外していただいて、はい、こちら、インドア用のウィールがついていたんですが、もうちょっと柔らかい、アウトドア用のウィールを、つけていきます。はい、右回し、時計回しで、ナットを締めていきます。こんな感じでずーっと回転しているといい感じです。はい、こんな感じで、ウィールは交換していきます。外し方、付け方を説明しました。何か質問があったらコメントください。ではまた次の動画まで楽しみにお待ちください。バイバーイ。